まあ前回からね素材を預けてきたんですよ。こんな感じで木材を確保してきたんで、じゃあどんどん家を建てていきたいと思いますね。ボケとかなしでもう面白くないところをカットして、もうバンバンやっていこう。あらおい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 お
コッパみじんにやられてしまったわ。リッパーおるんかよ。あ、おるよ。おるもいいんやけど。唯一マニック後ろに忍び寄られとって、それでやられるってな。くそ。やっぱなんかこんだけでかい家、俺には必要ないような気がしてくるな。一人暮らしやしな。まあ、ここまで作ってしまったらにはもう、このまま行くでと、行くけどさ、一人でこんだけでかい家はいらんかったような気がするなってもう今はつくづく思うようよね。ああ、木材めっちゃ使うけんね。木材の消費が半端ない。ただでかしすぎた感が本当にあるんですわ。うん。1、2、3、4、5段階。どれくらいにしようかななんて思っとったりするわけですよ。あ、階段が足らない。こんな感じで付け足して。オッケー。よし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 。5段。何段？ 6 段にしようか。じゃあ、正確には7段積み上げて、7段目の部分を2階の床にする的な。2階作ろう。よし、それでいこう。というわけで、あと2段積むわけですね。オッケー。それでいこう。やばいぞ。家建てるときってあんま真剣になりすぎて、ていうか、ボケるところなかさすぎて、ちょっと俺の面白いところ出てこないぞ。あかんぞ。やっぱ開幕のクリーパーに爆発されたところが、まあ、この動画のピークかもしれん。これ以降面白いところがないかもしれんぞ。やばい、面白いところ作りもちょっと、建築じゃ面白い見るのあるところが作れない。やばい。俺、今世紀最大のピンチに走ったかもしれんな。建築恐るべし。ん？遠くであの子が見ている。あ、ちょっとあいつ、俺がちょっと見つめてあげたけん。なんか恥ずかしくなって隠れたぞ。うわ、俺モテるな。おろ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 、あれあれ、あ、あなたこれ、あーす、あーす、おーい、わーい、俺のファンの女の子だね。死んでもらうよ、はっはっは。出待ち潰し、俺ふなあだん、あーっ、ちょっと、7段積み上げた剣って言おうとした時に落ちるのやめようぜ、俺。やね。もう一回、テイクス。7段積み上げた剣、こういう感じで屋根作っていきましょう。うん。なんか、もうミスった剣、なんか何言ってんのこいつみたいな雰囲気になりそうな気がするんやけど。そう。あっち、あっ、まだ落ちた。まだ落ちた。あれやね。
建築って地味っすね。建築ってマジで地味っすね。なんかボケどころがないっつーかさ、なんか俺ほんと建築しとる時ってボケが言えなくてちょっと寂しいっつーか、そういうのがあるんすよね。どうしよう。多分結構収録しようんやけどね、建築の時間ですね、ほとんどカットされる気がするんよね。あー、なんかちょっとそれは自分としてどうかと思うよな。あっただってほんとそうやもん。ボケどころっていうか笑いどころって言うたら大体な、墜落して大ダメージ食らうぐらいのことしかないもんな、建築や言うたらさ。そういうような気がするんよな俺は。うん。あれか、落ちるなよ落ちるなよって言うといたら落ちるっていう、あのダチョウクラブみたいなネタを自分一人でやれっていうんか。かわいそう俺、めっちゃぼっちやん。落ちるなよ落ちるなよって自分に言いかせて落ちるんやで。あれは二人以上落ちてこそのネタなのに。そんだけ暇です、暇ですってことではないな、暇ですではないけどボケどころがないですってとこかな。うん。おー、なんか、やっぱりなんかこういう高いところを見る夕日ってなんか一段と綺麗に見えるんよな。あ、なんかすごいぞ。こっちではなんか太陽沈む瞬間が見れて、こっちではもう月が上がってきてるっていう、なんか幻想的な、すごいなこれ、マインクラフト絶景、チン絶景。チンではないよ、ただの絶景でいいのに何を俺チン入れた。うん、ボケようがないけん、こういうところでちょいちょいボケないかんような状況になってきとんかもしれんけどね。あっ、シャレにならんぞこれは、ダメージでかいよ、ここは高さは。何回落ちようんねん俺、もう落ちるネタはそんなにいらんっつ。視聴者は望んでないっす。あっ、え、ちょっと、え、狙撃された、狙撃された、どこだ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 、おった一番やばい時に来やがって、こんなやろ、死ぬ俺、死ぬ死ぬ、ジリーのとこを叩く、おっしゃー、おっしゃーじゃないよ、まだ一匹おる、しかも金、あー嘘やろ、もうエッグ、あんなタイミングで出てくる、ひどい、夜になっとる。やっちまったよ、もう金のスケルトンか、暗いアイテムよ、アイテムを回収しに行ったら暗いやめてくれたけん、暗いな。この辺どれか明るさを求めないかな、窓とかつけるな、窓ガラスな、窓ガラス、あれちょっと待って、中は今立てなかったっけ、あれちょっと待って、えちょっと待って、いろいろ聞いてない、えちょっと待って、確かネットから取り取ったはずだ、あ、そうか、地面に登っておいて何かって取ったはずだ。俺とんちんかんやろ。ってことはあれだな、また、そうか、階段作らないと思うや、てかやばいぞ、そうそう、消えとうかもしれんのか、やばいぞ、もう死んだ時に落としたやつだ、カート見に行かない、やばいぞ、まだいた、金のやつ、気づくなよ気づくなよ、あー気づかれた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 、逃げろ逃げろ、装備を整えろ装備を整えろ装備を、よし、スケルトンから見たら私が逃げたと思うでしょ、あーちょっともう話しゃべしゃべよ、んじゃってもうちょい遅れてくれよ、俺がちょっと考えとったのはさ、ここでこう構えとって逃げてと思うでしょ、それがここに構えてるんですよ、で、あ、来ましたね、で、おらおらって突っ込まってましたら、全部喋りきる前に出てきようって、空気読め。落ちたら死ぬ、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 落ちたら死ぬぞ。
落ちたら死ぬぞ。あーでああああだだ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 だ、ここへず死への恐怖がないのかなんてね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。お前、いつまでに俺の家に入ってきたんだ。不法侵入で訴えるぞ、お前。あー、あー、あー。よりによって、爆発しちゃいかんところで爆発しやがって、お前。くそ。ん？なんだ、なんだ？外でカチカチ言える。なんか、外でカチカチ言えるから。え、なに？え、え、え、え？え？え？ちょっと待って、お前何いつまで浴場までもう登ってきとんねん。うわ、お前ら、モブ、不法侵入とか普通に行ってくるんやけど、そして、エンダーマンさんが外で、なんかやってる。むしっとこ。え、ちょっと、今ここ通ったんやけど。何さらっと一瞬だけ不法侵入してんねん。ようわからんぞ。それでは私刹那圭介が作った自慢の建築戦争をご覧に入れたいと思います。これです。エスてで見事なまれの豆腐ハウスであります。なんということでしょうって言葉が出てきそうです。まあこんな感じで周りはこんな感じでガラスで貼って光が中に差し込んでくるようなそういうシンプルな感じになっております。普通やね。後ろはあえてガラスをつけずに前と後ろが分かりやすくしております。なんていう親切設計、無駄の親切設計、偉大なる無駄というところがもうグダグダ精神満載であります。入口から入りますとこのように内装は何も作っていない状態。これがまたグダグダ精神を引き起こすような感じでしょう。それだけ大変だけやけどね。注目すべきはこの床です。チェック柄に加えて真ん中にはこの刹那圭介の頭文字 S をかたどったこの地面であります。これはデザイン性としてバッチグーっていう専門家の声が聞こえてきそうです。どんだけ自分を上げたんや。そして階段を上る時ですが、この階段ですよ。なかなかこだわりながら一つ一つ作り上げてきた段、これぞ階段の極みではありませんか。階段を上ってもそこに広がるのは何も内装を作っていない2階でありました。内装はもう思いついてからポンポン作っていく予定なので、まあ今はこんな感じであります。床も S の床は2階にはありません。床をこれ部屋をいくつか作りたいと思っているので S の床が台無しになると思ったからであります。そしてこの階段を上りますと屋上に着きます。屋上もやはり何も作っておりません。何か思いついたら作る予定であります。何をするからはまあ見て、こんな感じで遠くは見渡せるという気持ちのいい感じであります。なんていうことでしょう、なんていうことでしょうの使い方が分かっていないスナッケースケであります。こんな感じで僕の家の建築は終わりました。なかなか長かったわけです。では今回はこれで終わりとさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。週上げ何お前こんなとこおるんや。俺今から階段作ろうと思っとんや。何でしょお前。置いてくんなよお前。てかそこ邪魔やお前。そこ削いだりどこなのに。うわーお。お前落としたるわ。
お、頼る。くそ、頼るぞ。もう、体のほとんどはみ出てるのに落ちてこんぞ、あいつ。あれ、ほっといた方がいいんかな。ほっとくべき何やろうかな。何あれ。もう完全に落としとってあれ。え、落ちてこない。降りてこようともしないし。あ、何あいつ。あ、今落ちそうになっとったやん。落ちればいいやん。